And we go on with passionate paso doble. ケスカさん、このダンスの場合はですね、はい、フィギュアスケートなどと違いまして、今度何の曲がかかるかということは選手は知らないわけですよね。そうですね、特にこういうパソドブレの場合ですね、はい、これはスパシンシュジプシーダンスという曲ですけれど、はい、ハイライトが来るわけですね、途中で、はい、でそのハイライトの時にみんなそれぞれ得意のポーズを作るわけですけれど、予選のうちではそういう曲にぶつからない場合があるんですね、はい、だからハイライトのポーズをとっても曲はどんどん続けてなってしまうようなところもあるわけですけど、大体決勝の場合こういうもうちゃんとハイライトフレーズのはっきりしたものが使われますね。はい、このダンスのやっぱ特徴っていうのはもうよりストロングに下半身を使って強いラインを出して踊るってことですね、はい、それともう一つは大きな動き、大きなラインをね出すってことが、まあ特徴ですね、はい。Bravo. はい、パソドブレが終わりました。